結論から言うと、オタクチャンネル。ワールドトリガー。最新刊、25巻、220話から222話に対するみんなの反応集。よし、発表していけ。キャミさん頼れるいい女すぎる。キャミさん、できる女だ。キャミさんかっけえ。伊達に二宮隊のオペやってないわ。村上がヒヤミさんを学んで成長しました。キャミさんは村上に頼ることを学習させたのか。できる人やな。隊長のメンツを保ちながら隊の問題点を指摘解決し、村上を学習させ、落ち込んでるクマちゃんを頼ることで自信を取り戻させる。ヒヤミさん仕事できすぎてうなったわ。あの二宮隊のオペなんだから人間できてるに決まってるでしょわ。マジだったな。学習したの村上かっこいいよな。年下オペに尻叩かれて改めて気を引き締めた顔つきよき。このできるヒヤミさんをおどおどさせる鳥丸の魅力すごいっすね。どういうレベルで喋れないのか見たい。どんなでも絶対可愛い。760点差はおかしすぎて草どころか森が生える。オサムとキトラ同点か。オサム頑張ったな。水上とカシオのトリオン量明らかになったな。両方トリオン5か。水上がゴッテのだなんか意外だったわ。ポジション上少なくとも6はあると思ってたし。水上はトリオンキューブのサイズが大きくないから前からトリオン多くないとは言われてたし、トリオン5は割と予想してた人多いと思う。歌川隊がすごく精神にいい。一気に好きになっちゃった。歌川隊にもっとカメラ向けてくれ。和み度がすごい。ひかりちゃん男らしくて惚れそう。抱いてくれ。はぁ、あざといあざとすぎんだろ。これ以上ファンを燃え殺す気か。このコマ見た瞬間、お姉様方が黄色い声を上げるのを幻聴した。うるしもあざとすぎんか。いかにも料理とかしたことないけど、チャーハンくらい簡単だろで作って手間取ってる感じたまらん。居酒屋のバイト感すごい。ちょい汗かきながらガシガシやってるのなんか解像度高いは見たことないのに見たことある気がする。うるしもが普通に気のいいあんちゃんキャラにしか見えない。誰だ女殴ってそうとか言い出したやつは。殴ってたことなど一度もない定期。うるしもの素行よりロクタちゃんの雰囲気に問題があったんじゃ。諏訪さん A 級評価プラス32ってすごいな。コデラ A 級評価プラス33で諏訪さん超えなのか。初日に諏訪さんと会話して怒られた回があったな。さすがの修正力よ。遺骨寺来てる。ふむ、ミレイコ来てる。了解。辻ちゃんが女の子と会話してる。辻ちゃん戦闘中とそれ以外の時で表情の豊かさが違いすぎる。会話が通じてないの面白すぎるだろ。王子やっぱやべえな。試験の本質見抜く。眼力と共有して悪い空気をなだめてポジティブにするマネジメント力。こいつ間違いなく幹部入りだわ。っていうか王子も水上とは違う方向の底知れなさかもし出してきたわね。いやみんな底知れないわ。イコさん自身は真面目にやってはいるんだろうな。その上でシミュレーションは相性悪いというか、いやいや剣術習ってた話から体に反復練習させて地道に積み上げてくタイプだからシミュレーションの感覚がつかみにくいんだろう。隊長やってる上で自分も一つの駒として見れるからシミュの感覚つかめば絶対強くなれるとは思うが、そのすり合わせができないからあがいてる。そして辻ちゃんにとってはもっとできるはずなのにふざけてるように見えると、実際同じ個別のシンプルアタッカーで B 級上位となればその凄さも毎回肌で感じてるから余計に期待の裏返しというか。そして王子はそれを見て楽しんでると。こいつさてはただのワートリ読者だな。面白いを基準に選んだだけあって王子体は面白いな。あのひかりちゃんが引き締め役になってるのがすごいと思ったけど、よく考えたら影浦隊の時から私がいないと何にもできねえな。だったからもともとそういう将軍だったわ。なんだかんだ必要な人選できてる。王子賢い。わかるプラス1。確かにプラス1。間違いないプラス1。この3コンボである。この定型使い勝手が良すぎる。左端三輪だよね。こんなこと言えるなんて丸くなった感がある。ほっぺにご飯粒つけてる。ひかりちゃんやばいな。やばいやろえ。やばない。2万回見ました。自己評価の高いキトラと若干引いてる奥寺の会話すこ。さらっと自信かなキトラに初期キトラの波動を感じてなんかちょっと嬉しい。こう見ると奥寺たくましいな。足にしがみついて勧誘する相方に比べたらこのくらいなんてことないよね。クマちゃんの確かにそれなら動かし方迷わないかものところの顔がめっちゃいい。ナスグマ来てる。だが待ってほしい。これはナスさんから見たらネトラレというやつなのではないだろうか。弱々クマちゃんからのナス先輩の動きと同じと聞いてからのカラッとした笑顔はとてもいいと思います。さよこちゃん頑張ってる。えらい。同じく感動した。ゆずる見る。あずまさんが完全に勉強をする。息子を見守るパパな剣。二宮隊の駒で隊長不在ですね。まさか二宮作っているのか。夕食を米を研いでいる二宮。その字面だけで面白いの本当ずるい。作れても作れなくても面白そうなのがまた正直エプロン姿見ただけで笑う確信がある。多めに炊いてください。米を米で食う女。二宮明日もあるんだから今日はこのくらいでいいだ。雨取り多めに炊いてください。二宮しかし分量の雨取り多めに炊いてください。ぬるい研ぎ方しやがって。自分で研いだのに。次回はエプロンの二宮が見られるって聞いて飛んできました。自炊の時オリーブオイル使ってそうだよな。東さんお疲れさん。かっこいい。東さん
さらに成長するのか。今までは後輩たちの自主性を重んじていた男が、一歩進んだ指導力を身につけようと自発的に成長しようと行動する東さん、弊社に来ませんか。知ってたけど東さんやっぱすごいわ。ここのシーンの重みっていうか、具体的な階層がありすぎてやばいっす。 B 級ランク戦をワンシーズン見てきた読者に、この階層はクリティカルすぎる。キトラの悔しいけど納得な表情好き。影が意外と大地に優しかった。大地がこうやってへこむタイプなのは意外だった。大地の新たな一面を見てしまって、ちょっと動揺してる。切り替え早いタイプだと思い込んでた。大地が死んだ目で飯食ってる。コマでののさんが飯まずで、コンさんの料理が恋しくなってるのかと思ってしまったよ。大地かなり衝撃的だったよ。メンタル強強くんだと勝手に考えていたけど、車先輩にかなり救われてる部分あるという理解がほんと進んだ。犬飼の態度が点が言った。そうだよな、あんな露骨じゃないよね普段。それでもマイナスを取られないよう、ちゃんと言葉は選んでるな。犬飼は影を嫌ってるわけではなく、良かれと思って煽ってるってことか。正直あのあたりは犬飼の言い方に問題があったと思ったな。影がいるからなるべく本心を言うようにしてるとはいえ、影は相手が考えてること全部がわかるわけじゃないんだから、本心を言うにせよ伝え方ってものはある。ある意味影に対して意固地になっているというか、割り切りすぎな気もするな。反対のニュアンスぐらいは伝わりそうだし、言いたいことがあるなら言えよって影言うだろうから、結局展開はそう変わらなさそう。それなら伝えて最初からぶつかり合った方がまだ良好かも。なんか影に向きになっているというか、今が一番仲良い的な発言も本心かどうかわからんのよね。ザキさんの裁き方に期待大。なんというか、犬飼最後の方でようやくザキさんの方を見たって、目線合わせないの少しって感じていた。これまでの描写だと気にならなかったから。ザキさんのそれだけじゃねえの言葉の安心感やばいよな。こりゃ誰かさんも惚れるわけだ。セルヤちゃん可愛すぎた。あんな赤面顔したのはアトリで柿崎夫人が初めてじゃない。赤面夫人は健康にいい。てるてるの髪下ろした姿可愛すぎない。こんな可愛い子論破する水上はさ、ブロッコリーの電話の芝居の妙にキラキラした目がじわじわくる。裏声まで使って喋ってそうでくさ。アニメ化の時楽しみやな。今回の水上キラキラおねねだったり、途中糸目になってたり、逆面相でおもろい。ここほんとくさ。怒られ天然の水上かわいい。なんかだんだん可愛く見えてくるのは私だけ。80年代少女漫画ならてるてるはブロッコリーに惚れるパターン。てるてる、なんだこの可愛い生き物。てるてるが可愛すぎて2万回死んだ。てるやちゃんは賢くて強くて良い子なので反省してたが、自分が意見した時にあんな感じでやられたらメンタル死ぬ。今まで自分が支える側だったと思っていたてるやちゃんが自分の未熟さを知った。これは現代復帰したら甘える側にシフトもありえる。のとは言わんが、選択肢の幅が広がってより攻めのバリエーションが増えたな。耳引っ張っていくとかいう距離感やばない。水今来てるやん。こんちゃんほんといい子たちなのよね。いやお前もじゃい。登場人物の精神年齢が高すぎんよ。嘘つきは一人でいいねん。これ絵本嘘つきブロッコリーにも絶対乗るでしょ。ブロッコリーの子芝居をマキリッサがどう評価するか気になる。マキリッサの評価だけ全部見たい俺がいる。にしてもやっぱ水上ひょうひょうとしてんな。食えない男やでほんま。ブロッコリーなのにな。荒船さんの安心感すごいな。話は大体わかる男だからな。コンちゃんがママみたい。荒船さんがパパみたい。風呂上がりのコアラが最初誰かわかんなかった。喋り方でかいかと思ったら SD キャラでこれコアラかよってなった。特徴的な前髪下ろしてるとつぶらな瞳が強調されて快活しょた感すごいな。車5番隊の描写ありがてえ。ゆばちゃんが自責の念から特別課題に立候補してたのは予想外だった。表情がちで必死ですやん。ゆばさんは自分がフォローするのはいいけど自分が足を引っ張るのは嫌ってタイプなんだな。ゆばちゃんのストイックさ好き。それを周りに強制しないのも好き。他人がやっても許せることを自分がやっても許せないタイプなんだろうな。他人より自分に厳しい。そして諏訪さんは出てないのにどんどん株を上げていく。後輩を指導する東さん、教えを受けるキトラ、食ってかかるてるやちゃんと、ド悪的な水上と犬飼ってない、未熟さを痛感するゆばちゃん。なんというか今回は、今まで、できた人だと思われていた隊員たちの未熟さというか、隙が見えてよかった。見慣れないみんなの姿マジでいい。やれやれこれだからワートリはやめられない。わかる、確かに、間違いない。今回は222話まで、範囲で次回は223話と、表紙裏になります。お待ちください。